中央合わせてきました。ポスト当たってこぼれています。うまくヘニキ競り勝ちました岡村。田中純也、ドカチャールス、藤岡コントロールシュート。残して吉田、ドダテのクロスボール、合わせてきました。押し込んだ、ファールがありました。キーパーへのファールを取っています。プレイレからロングボール、ドガチャールス、コントロール、左足ポストを叩きました。今日2度目のゴールポスト。取られた瞬間に奪い返すこと、自信を持っていこうというコメントを残しています。変化をつけてきました。ダイレクト、大きくクリア。そしてここで長い笛です。 J3 の開幕ゲームはスコアレスドロー。